ちょっと無理して、はい、先取点取りに行くということは大切と思いますね、はい、グリッチが外に出たままです。ものすごく有利になりますね、今日先取点取ったらね。稲本叩いた、稲本ワンツーシュート、決まりました。稲本代表初ゴール。いや素晴らしいですね、今のシュートは。ただ忘れつけないのはこのワンツー、はい、1対0先制しました。前半の20分、ぶつけて戻ってきたボールが非常に精度が高かったんですね、はい、日本稲本の代表初ゴールが決まりまして、日本代表1対0。いや見事なミドルレンジからのシュートでした。ここのね、あの、はい、柳沢とあのワンツーですね、はい、本当素晴らしいボールがキーパーの正面だったんですけどね、さあ今日も日本代表が先制しました。柳沢とのワンツー、そして稲本がミドルレンジから見事に決めました。日本がこのいやまた、はい、あの今度はユーゴにね、あストイコビッチが引き出すところに非常に、はい、ユーゴがいいところでフリーキックもらいましたからね、はい、あと村山さん、はい、ユーゴやっぱりメンバーを変えましたね、はい、リビッチが